今朝、室蘭で平屋建ての長屋が焼ける火事があり、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。火事があったのは、室蘭市お橋内町1丁目の2世帯が入居する長屋で、今日午前6時半過ぎ、平屋から白い煙と火が見えると近くに住む人から消防に通報がありました。この火事で長屋の内部が焼け、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。警察によりますと、もう一方の世帯の住人2人は避難し無事だということです。警察は長屋に1人で暮らす82歳の女性と連絡が取れないことから、遺体はこの女性の可能性があるとみて調べています。